ガンダムのおっちゃんと愉快な仲間たちのまとめに対するみんなの反応集。ではどうぞ。ガンダムのおっちゃん、これが流派おっちゃんの必殺技や。おっちゃん素手でビーム持ってる。ガンダム、これがわしのフィンガーソードや。引っ張るとこんなに伸びるんや。重そうなビームですね。ガンダム、これ見てミーモクセイまで一瞬で届くんやで。ウッソくんの大発明や。おっちゃん重そうやな。ガンダム、ゼータくんもダブルゼータくんもダブルオーくんも使っとったやん。わしもいけるって。ちょっと羨ましいと思ったんやろうなおっちゃん。イデオンソードやー。ガンダム、わしもサンライズ立ちしてみたかったんよ。おっちゃんもかっこいいポーズいっぱい持ってますやん。ガンダム、アホえー。ラストシューティングのどこがかっこいいんじゃ。ガンダム、腕もわしのかっこいい顔もないねんぞ。なんかの漫画でおっちゃんビームを掴んで投げ返してたよな。ガンダムのおっちゃん、そろそろわしも流派とか始めたいわ。流派？おっちゃんは、はい。おっちゃんそういうの覚えたら手がつけられなくなるからやめて。オラ足置いて寛解。おっちゃんダブルバズーカでぶん殴るのマジやめて。ビーム手刀でザンジバルを切り裂くおっちゃん。説教においオープニングが流れちゃうんだ。おっちゃんザコルトマジで危ないから。棒もこれ覚えればヘルメットの上からやれるようになるで。頭部を破壊されたものは失格だぞおっちゃん。おっちゃん G ガンにも出演したんやで。おっちゃんコックピット狙いが得意やからすぐ失格になってしまう。コアファイター合体がめんどくさいよおっちゃん。背中からガッシャン突っ込んでよ。泣きながら飛ぶ A パーツ。鼻ちぎるのは頭部破壊に入るやろか。おっちゃん本編でも割とストリートファイター並みに格闘してたやないですか。そういえばビクトリーくんもストリートファイターらしいっすよ。ビームサーベルで切り結んだと思ったらそのまま飛び蹴りで相手の首突っ飛ばすスタイルには参るね。だからおっちゃん頭壊したら勝ちなんだって。おっちゃんコクピットはダメやっておっちゃん。おっちゃんの時代は頭部にコクピットあるやつはタンクさんくらいやから気兼ねなく頭部を潰せるで。冗談ではない。国際条約にもちゃんと目を通して。頭っ立ってたかがメインカメラやろ。やっつけたらええんやろ。ルールロボエで、あのなんちゃらいうルールや、これ、とかいうおっちゃん、コクピット潰せば文句ないやろ。それ反則やでおっちゃん、戦争なんやろ。シールドパンチ、投擲、シャイニングフィンガー、って叫びながら執拗にローキックしてくるおっちゃん。遊びでやってるちゃうで、正気で戦争ができるかい。おっちゃんどこの国の代表なん。ガンダム、ネオサイドセブンから来たんやで。ガンダム、スーパーモード言うんか。こんな感じでピンクのモワーっとしたもんまとえばええんやろ。おっちゃんいつバイオセンサー積んだん。最近は武装破壊が流行っとるらしいな。おっちゃんも若い頃はコクピット潰した後にしとったわ。おっちゃんこう見えて槍も使えるんや。武術っぽいやろ。おっちゃんキルつく投げる撃つとあらゆる手段をためらわない人なのに殴るまで覚えたら無双しちゃう。いや、最初から無双してたか。まだ怒りに燃える闘志があるなら。あーデビルガンダムってそういう。一狩り行きましょう。先輩、セブンソード装備で来るダブルオー。モンハンガンダムはマジで欲しい。何を狩ろうっての、ゾイドとか？今日のターゲットはマクロス。正月といえばカニファーストに効果来るっぽいのいたでしょう。ズボックか、ビグザムでしょ。おじきに一泡吹かせるチャンスすよ。そうだ、せっかくだからレアものの赤狙いましょう。赤。あれ？おじき髪切りました？オルフェンズくん未だに見分けがつかんのかいな。一緒にガンダムのおじきの首取りに行きましょう。ヤマープー先輩、別なのラミナシスか。それをちょっと厳しくないっすか。無双でも相性良さそうだな。バルバトス、ガンダムのおじきに恨みでもあるの君。実際こんな人型兵器でもっとでかい機械モンスター相手にするカリゲーどっか作ってくれないかな。ガンブレがもう少し頑張ればカリゲーできそう。無双は作業感が辛い。アーケード版のエウキタでサイコガンダム相手にしてる時とかちょうどそれに近いワクワクがあった。ゲームにするとガンダムごとの性能差を出すのが大変そう。
鉄血単品でゲーム化してほしい攻防のバランスをそれっぽくしやすそうだし、うっかりグレイズに乗ったらバルバトスが気持ち悪い動きで近づいてきてコクピットをえぐられるゲームか。デビルガンダムとサイコガンダムがまた大型ボス役かってぼやいてた。今までのシリーズのモビルアーマーとか巨大モビルスーツとか枯れると楽しそうだよね。どれもこれもビームが主力だからダメじゃね。鉄血以外のビームとシステムが違うってことにすればいいよ。フェーズシフト走行のゲームで再現するとただのクソにしかならないから大変だよね。どうせガンオンのサイコとかシャンブロみたいになるのが関の山。まずコキの群れを突破するのが大変そうだよね。今の硬いだけの雑魚メインより大型メインの方が楽しかったんじゃないかなって気はしてくる。ガンダムのゲームってダッシュに制限あったり着地の硬直長かったりともっさり感があるのが多い印象だ。スタイリッシュアクションにならないのか。デカすぎてスタイリッシュにするには違和感あるのよ。だって18メートルのデカ物だぜ。だってブースト制限取っ払ったら君ら飛ぶじゃん。ボスまで一直線に飛ぶじゃん。エクバじゃダメなの？エクバはガンダムファンとしては完成されたゲームだけど、ゲームとしては好きでもない機体に乗って勝つだけの普通の対戦ゲームなんよ。気持ちはわかるけど、アーケードとかミッションでモビルアーマーも出てくるし、ミッションやたのもろもろのカスタマイズもやり込み要素多いやん。ファンとして楽しみたいのかゲームとして楽しみたいのかは重要よな。そういう意味ではエクバよりバトーペの方がファンの望むガンダムごっこはできるかもな。エクバシリーズはさ、現行のゲームを遊びたいならわざわざゲーセンで100円落とさないといけないし、しかも家庭版は出すだけ出してアップデートも何もせず過去にゲーセンであったゲームを一生やらせるんだぜ。まあ要するにガンダムをゲームのするには今の技術じゃむずいって話よな。一ファンとしてはゲーセンの戦場の絆はマジで完成度高かったと思うわ。普通に8小隊ごっこできたし、何よりあの閉鎖された空間がたまらんかった。戦場の絆にモビルアーマー出せば俺たちのガンダムごっこの理想解決なのでは。戦場の絆って宇宙船なかったよな。あのゲームにそれ追加されたら完璧なゲームだわ。ガンダムのゲームってたくさんあるけど、どれも俺の購買意欲をかきたてないんだよな。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。